東京都立八柱霊園は千葉県松戸市田中新田にある東京都立の霊園。本霊園は1935年に東京市が東方墓地として開設した。都市計画法に基づく都市施設名称は東京都市計画墓園第5号八柱墓園として東京都市計画区域外ながらも1944年に都市計画決定されている。面積は105ヘクタール。 東京ドーム約20個分の面積に相当する。周辺一帯は起伏に富んだ地形となっており、霊園も小高い丘とその谷間に作られている。なだらかな丘は芝生で覆われ、谷間にはフランス風の幾何学模様の庭園がある。700メートルの山道の両側にはケヤき並木を有し、長方形の敷地の半分が墓所、残りは園路。 植え込み地、広場などの公園になっている。他に、宝刀系の給水塔や噴水などがあり、美しい景観を誇る。近隣住民や霊園周辺に存在する、松戸市立の小中学校の遠足やマラソン大会、ウォーキングコースとして人気があり、特内近郊の公園としても親しまれている。鳥津霊園は、申し込み時に一定要件を満たした東京都在住者に利用が限られるが、 この霊園については、立地に対する配慮として、松戸市民に対しても、特例で利用枠が割り当てられている。園内には、西条八重、加納おじごろ、松山慶子など著名人の墓もある。ありがとうございます。